こんにちは、ミスタートレーズです。ゴールデンウィークから始まるトラビスワーカーのトランプ賞について今日はご紹介していきたいと思います。もう実は始まってるんですけれども、当店の開催は5月の4日土曜日から8、8日水曜日までですね、2日間開催させていただきます。で、今回はですね、トラビスが来ないんですね、残念ながら。その代わりトランプ賞、商品だけがこうお店をね、こう順番に紹介していく感じになってます。なのでちょっと異例な感じではあるんですけれども、一番最初のねお店から順番にこう5日ずつ回っていって、ゴールデンウィークから実は7月の24日までですね、この日本のね正規取扱店にこうどんどん商品が回っていく感じになっております。当店は2番目の開催なので4から8です。お気をつけください。はい、まあもちろんこの期間じゃなくても受注商品に関しては承ることができるので、よかったらね写真とかにはなっちゃうんですけど、ご案内させていただきますのでおっしゃってください。はい、で先に内容をちょっと知っていた方が、と目星つけてね見やすいかなと思いますので、もう大体の商品の方をねもう今日ご紹介しちゃいたいと思います。はい、ではもう早速いきますね。今回のトランプ賞の内容、大きく分けて5つですね、項目カテゴリーとして5つあります。まずですね、新作が4種類出ます。リングですね、すべて石をはめれるタイプもいっぱい出ます。で次がドライブチェーンのシリーズ、これはもう言うまでもなくって感じですね、毎年恒例ですね。であとサイクロプス、こちらもペンダントリング石を、ね、選んでこれでやってくださいというふうに受注できます。これも恒例です。で次も恒例ですね、10ミリストーンだったりとか大バルのストーン、まあ、スカルにこう入れるとかね、そういうカスタムも受けたので、石がたくさんねご用意いただいているので、この石でこの台座に入れてみてくださいというふうにご注文受けたまわります。はい、でですね次カスタム商品ですね、こちらに関しては結構ご説明が必要かなと思いましたので、こちらのご説明をさせていただきます。で今日はですね、なのでこの234はもう以前のね動画をよかったら見ていただければわかるかなと思いますので、以前の動画を見ていただいてって感じで省略させていただきまして、今日は1番と5番ですね、新作リングとカスタムアイテムについてご紹介したいと思います。はい、じゃあもう早速いきます。新作リングについてですね、こちらリングが4種類出ます。4個スピリットリング14万5000プラス税、ワーキングクラスリング15万プラス税、チーフリング14万3000プラス税、トープリング15万プラス税になっております。この4種類の中で3種類がストーンをはめることができる新作になっております。まずですね、このスピリットリング、こちらトランプ賞で11色石をご用意いただいています。この丸いポッチみたいなところですね、トクッとなっているところ、ここに石を入れていただけるんですが、イベントの時に石をねいろいろご用意くださってます。で枠もご用意いただいているので、はめて実際にねこう、まあ、つけれたらつけて大体雰囲気見ていただくことができるようになってます。スピリットリングはキャンパスリングがベースになってるんですけれども、エングレーブがねこう施されていて、パーツが乗っているっていう新作になってます。さらにエングレーブしてもらうとかも可能だそうです。はい、でこのバーキングラスリング、こちらはトラビス流カレッジリングみたいになってますね。こちらも石を11色ご用意いただいております、まあ、カレッジリング結構つける指によって雰囲気が変わると思うんですが、指が大きい方、サイズが大きい方、小指にね1個ドンとしてもかっこいいかなと思います。まあ薬指が選びやすいは選びやすいと思いますが、今までもねトラビスカレッジリングは出してなかったので、ちょっと異色な新作になっていると思います。で結構石でだいぶ表情変わりますので、石を実際にね選んでいただいてカスタムしていただくことができます。チーフリングですね、こちらもなかなか今までなかったテイストですね。多分これインディアンチーフだと思うんですけど、まあ州長、州長っていうんですかね、インディアンの雰囲気ですね。この横のサイドのところに矢がバッテンに書いてますね。これもなかった感じですね。あとこの矢以外にもですね、何もないバージョンだったりとかフェザーが入っているタイプだったりもあったりします。まあおそらく何も入ってないのはプロトタイプなのかなっていう感じもするんですが、でも同じ値段で買うことができます。これもね実際に物が届いたらね詳しくお見せしたいなと思ってます。でこの真ん中にね今度は石じゃなくて、これはチーフスカルっていうモチーフがはまってる感じになってます。これは結構いいなと思うんですけども、ちょっとヴィンテージ風というか、これも今までなかったテイストの感じですごくいいなと思うんですけども、こちら14万3000プラス税になっています。で最後のフォークリングですね、こちら鳳凰という意味ですね。これは石メインみたいなシンプルな感じになってるんですけど、横にはクロスが咲いてます。こちらも石がバリエーションを選んでいただいてます。これらのリングに関してさらにカスタムっていう、まあ、さらにエングレーブだったりとかね、そういうことも承ることができます。
もちろん現品に関して欲しいという方もね、すぐ持ち帰ることはできないんですけれども、もう全部7月24日まで回ってからその現品をね受け取るということもできます。まあ注文しても同じぐらいかかりますので、まあこちらお好みでという感じです。で次が最後のカスタムリングについてですね。これよくトラビスのイベントに来てくださっている方はまあ分かってると思うんですけれども、私物だったら一点物でしょっていう感じに思う方もいると思うんですけども、こちら注文がいただけます。なので開催のねこのお店行きたいなと思ってるお店の順番が後の方だったとしても、現物が売れてるっていうことがあっても同じ内容で注文をすることができます。なのでまあサイズが違うから、まあせっかくならオーダーしたいなっていう方はねオーダーすることができます。同じ値段でできます。でさらにカスタムってこともできます。例えば最後に18金のピアスパーツねこうつけてほしいだったりとか、まあでこれバレットホール石をドカンと入れてこうバレットホール入れてくださいだったりとか、全額で18金にしてくださいとか、そちらもお見積もりいただくことができます。はい、なのでご自分の好きな感じでさらにカスタムでオーダーってこともできてしまいます。はい、なので現物がどうしてもいいっていう風ではなければオーダーすることができますので、こちらもね現物が売れてしまっていても買うことができますので、それだけねご注意いただいてって感じで、でほとんどがそういう感じで受注いただけるんですが、その中に1個だけ一点物があります。レザーベストです。この袖がない感じ、レザーでできて袖のないベストですね。これはちょっと特別にご用意いただいたものでして、でこちらだけがまあ一点物扱いということですが、現品限りですね。まあ、ただ100万です、お値段が。まあ、なので税込み110万になっております。さらに言うとちょっとサイズが違うからちょっと調整してほしいなっていうこともやってくださるそうです。あとプラス料金で例えば胸にトライバルコロスの印鑑でリングでやってほしいとか、そういうこともできます。プラス料金にはなるんですけど、こちらに関してはなので早い者勝ちみたいな感じにはなっております。はい、まあ、でもお値段もなかなかしますのでちょっと覚悟がいるんですけれども、うちに残っていれば現物もね4日以降に見に行っていただければなと思います。っていう感じですね。ちょっと今まだ物が届いてない状態で今撮影しているので、実際にね現物が商品がいろいろ届いてからね、またくるくるだったりとかこう着用写真だったりとかをねまた撮影してね、そちらもお見せしたいなと思ってますので、こちらもぜひとも楽しみに待っててください。なのでまあカスタム商品ね、まあちょっと順番にねお見せできれば、うちの開催期間がね始まる時にでもお見せできればなとは思っておりますので、まあ見ていただいて目星つけていただいてねいいなっていうのがあれば受注もできますし、現物でもいいですし全然選んでいただけますので、ゴールデンウィークいろいろとお忙しいとは思うんですけれども、よかったらね4日から8までお時間あればぜひ遊びにいらっしゃってください。あとピンバッジですね、毎年ねこのゴールデンウィークトラビスの来日ツアージャパンツアー、トラビスが来てくれてのイベントの時はピンバッジねお渡ししてたんですけども、なので今回はありません。申し訳ないですが、それだけね本当に申し訳ないんですけれども、はい、まあ、なのでとりあえず5月4日から8ですね、その期間ぜひともミスタートレーズに遊びにいらっしゃってください。お待ちしております。